かった。じゃあ今日はハンバーグね。楽しみにしてるよ。気をつけて帰ってきてね。うん、じゃあ。はい。ひでみちゃん、元気？久しぶり。新一です。ああ、お兄さん。でも、久しぶりだったからお兄さんって分からなかった。だって、兄さんと会うの、俺たちの結婚式以来だもんな。しかし、これうめえな。お前、毎日こんな甘いの食ってんの？兄さん、なんで急に連絡もなしに田舎から出てきたの？うん、実はさ、俺会社クビになっちゃったんだよ。ほんで東京出てきて仕事見つけようと思ってさ、それでうちを訪ねてきたんだ。うん、悪いけどしばらく暇になる。いってらっしゃい、あなた。できます。気をつけてね。うん。あ、あなた。うん。あ、ううん、なんでもないの。どうしたんだよ、兄さんのことよろしく頼むね。はい、できます。いってらっしゃい。あなた、ん？私しばらく実家に帰ってもいいかしら。え、どうしたんだよ。大輔さんに言おうかどうしようか迷ってたんだけど。兄貴が何かした？お兄さん、夜中にこの部屋覗いてたり、
私がシャワー浴びてるの覗いてたり。そんなことしてたの？うん、そうか。お兄さんがいなくなったらすぐに戻ってくるから。うん、いいかしら。しょうがないよな。ごめんね大輔。いいよ、悪いのは兄さんなんだからさ。たのか。でも秀美が考え直してくれて本当によかったよ。夜ご飯とかどうしようかと思ったもん。兄さんよかったね。あ、よかったよかった。でも兄さん、秀美が嫌がるようなことやめてくれよ。あ、もうしないよ。俺さ、エビフライ大好きなんだよ。天ぷらだよ。秀美もさ、兄さんもこう言ってることだし、3人で楽しくやろうよ。うん、そうね。うん、かき揚げなんてさ、よく作れんな。ああ、ごちそうさま。ああ、今日は休みだし、ゆっくりとお風呂にでも入ろうかな。みどみ、お風呂沸いてる？ええ、沸いてるわよ。そう。じゃあ、俺、風呂入ってくるわ。大輔、タオルここに置いとくね。いってらっしゃい、あなた。じゃあ、できます。気をつけてね。